このスタジアムで今日はどんなゲームになるのでしょうか。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ファーストハーフ見ていきましょう。ナポリ対ナポリ。さあ、北澤さん、本日の注目選手を一人挙げるとすれば誰でしょう。メルテンスですね。スピードがあるので一瞬で裏に抜けてゴールを決めますよね。相手を釣り出す動きもうまくて味方を生かせますよね。サイドでもセンターでも幅広くこなせるので攻撃の連携で中心になってほしいですよね。そうですね。さあ、今日は得点に絡んでくるんでしょうか。またファールか。今のファールはイエローカードが出ました。ファビアン・ルイス、サイドを使います。緩いボール、シュート、これはよく止めました。いや、よく止めましたね。ファインプレーですよね。いや、枠捉えてましたよね、今のこれ。そうですね。しかしまたそれを防いでしまう素晴らしい守護神です。インシーニェ、ミリク、メルテンス、裏へのスルーパス、ミリク、メルト、ジエリニスキ、左上がっていく。前半の中盤に差し掛かりましたが、まだスコアに動きはありません。立て直します。長いボールを送ります。インシーニェ、打っていった、セグ、いやー、これよく止めましたね。いや、キーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。さあ、ファーストハーフ最初のコーナーキックになります。ナポリ、クロスボールにシュート、うわ、曲がる。マノラス、カジェホンからのパス、スルーパスを出す、シュート、もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。いや、気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね、今のは。ナポリ先制ゴールが決まりました。1対0。得点直後の気の緩みっていうものがありますから、まずこのリスタート後のボール、これをきっちり抑えてリズムを作っていきたいですね。そうですね。ファビアン・ルイス、大きく縦へ、ジエリニス、いいプレッシャー、これもファウルですもんね。ケビン・マルキ、ケビン・マルキ、攻撃の際は常にチャンスを狙っている選手です。パスだ、シュート、追いついた、ナポリ追いつきました。いいですね、この展開はファンも燃えますね。ミリク、最後キーパーとの対決、見事決めましたね。いや、しっかりこういう状況で決められる決定力の高さは素晴らしいですよね。特に1対1はキーパーの他にプレッシャーとの勝負でもありますからね。瞬時に相手の動きを見てコースを判断する冷静さが不可欠なんですよね。難しいゴールですよね、これはね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。
ワールドクラスになってくるとスーパーゴールが見たいという期待反面、実際ビッグチャンスをそう簡単に作れませんからね、はい、両チームともここっていう時に決めてきてる結果なんですよね。なるほど。ここでレフリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。見応えのある好ゲームです。同点で前半を折り返すという両チームです。非常に両チームの良さが出ていた前半ですよね。プレースタイルの違いも見てて面白かったですし、この後お互いの特徴を生かした戦いになると思いますよ。ナポリ対ナポリ、前半戦って1対1同点で折り返しています。後半見ていきましょう。ナポリとしては外交してましたからね、はい、ここからも同じ調子でいけばゴールも近いんじゃないでしょうかね。そうですね。ジエリニスキ、ふわっと裏を狙う、インシーニェ、ファビアン・ルイス、グラム、ナポリはメンバーチェンジです。スローインをカットします。スペースを狙う、これはどうだ、どうだ、シュート、今度はどうだ、インシーニア、ミリキからメルテンス、ハリドクリバリックからメルテンス、メルテンス、ここかわす、メルテンス、インシーニェからミリク、ミリクからメルテンス、抜いた、メルテンス、キーパー、素晴らしい反応でした。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これどうだ、メルテンス、オーバーヘッドでした、決まりません。アクロバティックに狙ってきましたけどもね、こういったプレーがあるとね、スタジアム盛り上がってきますからね。ナポリが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。インシーニェ、メルテンス、カジェホン、裏のスペースを狙う、いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますから、この試合どうなるか分かりませんね。ジエリニス、今日の試合でアシストを記録しています。両チーム一歩も譲らないというこのゲーム、同点ではありますが、この終盤いつ試合が動いてもおかしくない状況です。そうですね、どっちが勝ってもおかしくない内容ですよね。この終盤で踏ん張った方にまだチャンスが来そうですけどもね。さあ左へ預けて、マノラス、ここは一旦バックパス、カリル・クリバリ、時間かけずに攻めたいですよね。裏を狙っていきます、これはどうだ、フリーで受ける、シュート、ナポリギア勝ち越し、試合をひっくり返します。しかし追撃はここまで、試合終了。
2対1ナポリ敗れました。